ダッシュでこずどうも武田でございます。ということで本日の動画なんですけれども、昨日に引き続き 1600m を走ってきて、本日日体大競技会までやってきました。見てください、この快晴。2つまずいポイントがありまして、1点目がよしきくんがね、寝坊しました。武田の試合1時間寝坊しました。やばい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 、動画撮ってる場合じゃない、急げ。しょうがないんだよ、寝坊は誰でもあるからしょうがないんだけど、競技会で一人で来るとやっぱ寂しいから、普通に怒りとかじゃなくて寂しいが先に来たんですね。全然怒ってないので、もうちょっとで到着するっぽいんですけど、よしきと合流していきたいと思います。もう一個ですね、今回ポイントになってる前日で 1600m を走ってるというところになってると思うんですけれども、 1600m ねしっかり走って1キロ3分30人のペースで、めちゃくちゃ今ふくらはぎが筋肉痛です。長距離日々やんないからふくらはぎ使っちゃったんだろうね。で、足も結構重いです。絶対明日言い訳しない。なるほどね。もう絶対11秒1かかってもやっぱ1600かしちゃダメだ、絶対言わない。言わない。もう今日もシーズンベストである10秒88を抜いていけるようにしっかり頑張っていきたいと思います。それでやっていきましょう。いやすいません、寝坊、大寝坊しました。1時間遅れた、1時間の大寝坊、ほんとごめん、マジごめん。あいつ機嫌よくてよかった。大体ね、機嫌いい時とか自分に言っても心に余裕があるなっていう時はなんか結果いい時です。結果今日は食べてます。今日朝一会った時の感覚であいつやるなっていう感じはありましたね。ふくらはぎ筋肉痛って言ってたけど、やっぱ美術5だわ。見てどう、うまくない？そうでもないな。さっきも言ったんだけどさ、1600の疲労あんまり感じない。だけどふくらはぎが張ってる、君使ってない筋肉を使ってたから、間違いない。そうだよね、昨日のオープニング思い出してほしい。絶対明日言い訳にしない。多分6回引用されるのか。体の状態もそうなんですけど、条件がすごくいいので、条件のいいとこで走れれば多分シーズンベストぐらいどんな走りしても出ると思うんで、気になんない、なんか全体的に、ちょっとだるいなぐらい、いつも通り行きたいと思います。よかったです、はい。今サップしてて思ったんだけどさ、俺短距離選手だわ。俺短距離選手だった。そうだよ、忘れてた。動いて思い出す。ああそういえばみたいな、早く走れるんだっけみたいな。ジョギングしかしてないからさ、いや初めてスプリントしたんだけど、完全に今闇遊戯来てます。もう一人のボーク来てるから、そいつに乗っ取られたいと思います。なるほどね、意味が分からない。俺も分かんない。それじゃあちょっとスピード入れていこうかなと思います。はい。アップの途中でコール？コールギャス。コール漏れの TKD じゃないですか。結構周りで聞くよ、コール漏れ。あ、本当？うん。いつも。はい、大丈夫です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。走れる。やばい。ラッキーセブン7、3つある。あ、確かに確かに。なんか願掛けみたいな足出したらヤバい気がする。でもここまで来たら構造的なものに頼ったらよくて、心の問題だからここから。ラッキーって思って心が上昇することでいいかもしれない。はいはい、そうそう、気持ちの持ち味ですから。いやでも結局体の状態によっては、明日も 200m 出るんですけど、今シーズンずっと持ってくれたので、パンクするなんて人によっては練習目の2回目3回目でパンクする人もいるから、ワンシーズン持った。いやマジ本当に頑張ってくれた、ありがとうね。もうちょっとだ、頑張ってくれ。芸能人来た。今日は三塚です。毎日いるやん俺ら。いや、もう一緒にいますよ、武田さん応援に。ありがとう、頑張ってください。マジで日体でエントリーミスにより出れないので僕応援に行きました。どうですか、私は昨日いい刺激入ってるからふくらはぎ筋肉痛になっちゃった。昨日の夜からの午後日中じゃないですか。そうそうそう、そこのスパンが短いのは結構。それは言い訳じゃないよね。言い訳じゃないよ、絶対明日言い訳にしない。ダッシュで行こうぜ。おしっこして行ってくる。あ、おしっこね。でもう行ってきます。はい、己を信じて。追い風、追い風、追い風、追い風。もうめちゃくちゃ己じゃなくて風任せる。行ってきます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。
いいよ。さあ頑張れ。今シーズンのストレス。竹田さん、ファイト！ファイト！いいね。さすが、素晴らしい。きたー、きたー、きたー。オーマイゴー。お疲れ様です。やばいぞ。やばいな、最速。最速だ。でもあれさ、まだあの電光だから速報であって正式ではないですよ。正式じゃないはず。だから今正式感見てきたんだよね。8位置で止まったもんな。1着ゴールで張り紙な見た。ふざけんな。もうこれ 0.02 でも77だ、うん、でも逆もあるからね。逆もあるよね。逆もある。74もあるよね、うん、74もあるから。74だったらやばいぞ。これ結構本当に緊張してきた。見に行くか。そろそろ出てるかな。行ってみようか、うん、行きましょう。まだ見てないんかいっていうね。まだ見ない。これから見に行きますね。みんな村がたぶん合格発表待ってるから。ちょっと合格発表見てくる。うわー、頼むね。いや、いけて。うわー、これ怖いな。さ、見てる見てる。ちょっとにやけてるようにも見えるが、いやでも違うな。どっちだ。なんか悪い表情ではなさそう。結果出てました、はい、出てました。はい、おー、向こう行きましょう。はい。めちゃくちゃ引っ張るやん。ダッシュで行こうぜ。正式が出たらしい。言いたいんですけど、10秒の75で止まった。止まってる。そう、75だとベスト。ベストです。76だと自己ベストタイ、はい、77だと社会人ベス ベストタイ。じゃあ風から発表します。風、はい、プラス 1.3。 おーい、最高。10秒。76ということで自己ベストタイでした。まあよかった。自己ベストタイです。いや素晴らしい。おめでとうございます。 YouTuber をしながらこういう生涯のベストを出していく、うん、まあ、今回タイだったと思うんですけど、うん、すげえなと思って、かっこいいなと思いました。いやでも本当にぶっちゃけ今シーズンちょっと自分の中でちょっと競技にシフトしたところがあって、YouTube の撮影とか結構おろそかになっちゃってたんですけど、正直怪我でね、前半シーズンかなり苦しめられて、ちょっと思うような結果出なくて、秋シーズンも本命の試合である全日本実業団とかもメンバーに入れなかったりとか、結構ちょっと悔しい一年だったんですよ、実は。一回工藤新一スタイルやめない？あーごめんごめん、やおらん。苦しいシーズンだったんですけど、怪我の向き合い方っていうのはちょっと自分の中で一歩レベルアップして、うん、痛くてもこうすれば大丈夫みたいな、対応できるみたいないうものが今年分かってきたっていうところが大きな進歩だと思ってて、完全な状態とは言えないけど、試行錯誤していろいろやってきた中で、昨シーズン5戦目だったんですよね。こと全部10秒でまとめられて、最後もこうして条件にも恵まれて10秒76ということで自己ベストタイ。いやー本当にギリギリ滑り込んだなっていう。強すぎますよ。本当になんかその僕がなんかいやいやいや、それほどなんかそのこういう活動しながら競技をやることの難しさも大変さも僕はもう 今やりながら感じてるので、うんうん、その中でそこまで競技に真剣に向き合ってやれることがもうもっと頑張りたいなって刺激を受けました。ということですね。応援に来てくれた水川君と吉田の名前でフルマラソンある中で来てくれて本当にありがとうございます。なんかないのお前、俺に言いたいことは。言いたいこと76出たんだよ。寝坊してごめんなさい。次回 200m です。いやー、また出すよこいつ多分。いやマジで21秒台目します。いや本当に今日ありがとうございました。皆さん、いやもう本当にありがとうございます。お疲れ。よいしょ、マジでありがとう。うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。仲良しか。仲良しか。そぼくる雨に濡れているさよなら。あ、こっちだ。